皆さんこんにちは。ハロプロ速報の時間です。元スマイレージのメンバーである小川咲ちゃんがゾックの神田木麻呂さんの生誕記念ライブにゲスト出演することが発表されました。このサプライズの背景には何があるのか、そしてオタクの反応はどうなのか、詳しく見ていきましょう。小川咲とは、小川咲ちゃんは1996年11月18日生まれの埼玉県出身。ハロプロエッグ時代から抜群の歌唱力でも注目を集めていました。2009年にスマイレージ原案ジュルムのメンバーとしてデビュー。スマイレージ在籍中はその明るくポジティブな性格と笑い上手で知られ、特技にはモノマネ、バトン、早食いがあります。しかし2011年に突然スマイレージ及び芸能界を引退しました。公式には普通の中学生に戻りたいという引退理由でした。サキチーの引退理由については未だに様々な憶測があり、いわゆる焼肉事件が原因ではないかという噂もあります。焼肉事件とは、サキチーがスマイレージを卒業する際に噂された事件で、一部報道やネット上の憶測によると、同じくスマイレージのオリジナルメンバーである前田優香ちゃんがオタクの男性と焼肉を食べに行ったことが発端とされています。その場にサキチーも同席していたと噂され、これが大きな問題となったようです。この焼肉事件を受けて、サキチーがアイドル活動よりも私生活を優先したのではないかという憶測を呼びました。しかしこの事件についての情報は公式の発表以外では主に憶測に基づいているため、真相は不明な部分が多いです。またサキチー自身が公に詳細を語ることはなかったため、事件の具体的な内容や真実については確かなことは言えません。引退後、サキチーは芸能界を離れ一般人としての生活を送っているため、この事件に関する新たな情報が公になることはほぼないと考えられます。サキチーが芸能界を離れた後の生活について多くの情報はありませんが、一般人として幸せに暮らしているのではないでしょうか。神田木麻呂とは、神田木麻呂さんは1995年3月12日生まれの埼玉県川越市出身。麻呂はハロープロジェクトキッズオーディションに落選した後、2004年にハロプロエッグオーディション2004に合格、ハロプロエッグの一員となりました。ハロープロジェクト内の様々なユニットに参加した後、2009年にはサキチーなどと共に新ユニットスマイレージのメンバーとして選抜されます。そして2010年に夢見るフィフティーンでメジャーデビューを果たしました。2015年にはアンジュルムおよびハロープロジェクトを卒業し、作詞家としての活動を目指すことを発表しました。その後2020年にゾックへと加入しました。ゾックへの加入は大森聖子さんからの直接の声かけによるもので、メンバー全員が大森さんへの憧れやリスペクトを持って結びついている点が特徴です。ゾックは大森聖子さんがプロデューサーではなく共犯者としてメンバーと一緒に活動しており、メンバー間の得意な絆と共鳴するオタクが多いことが特徴です。またゾックの音楽は強いメッセージ性とユニークなパフォーマンスで注目を集めています。このグループは結成から1年足らずで ZEP 東京を埋めるほどの人気を獲得しており、女性を中心にしたファンが多くいます。生誕記念ライブに小川咲のゲスト出演が決定。そんな麻呂のバースデーイベント、神田木麻呂生誕記念ライブサウンドフラワー29が2024年3月12日に新宿ロフトで行われます。このライブは麻呂の29歳の誕生日を記念して開催される毎年恒例のイベントです。ゲストアーティストとして名前が挙がったのはゾックメンバーの西井まりなさんとしずめのどかさん、そしてなんとサキチーがサプライズで出演することが発表されたのです。このニュースは X や Instagram を通じて発表され、多くのオタクからは喜びの声が上がっています。イベントの会場である新宿ロフトは約500人のキャパシティを持つライブハウスですが、チケットはわずか2分で完売するほどの大きな反響を呼んでいます。オタクにとって忘れられない時間になること間違いありませんね。福田カノンと小川咲の関係性、そんな麻呂とサキチーの関係性はどのようなものだったのでしょうか。振り返ってみましょう。スマイレージのメンバーとして共に過ごした時間は2人にとってかけがえのないものでした。サキチーがスマイレージを卒業する際、麻呂は自身のブログに心境を綴りました。その中でサキチーのことをカノンの一番の親友と表現していました。さらにサキチーの卒業後も2人は様々な形で交流を続けています。例えば麻呂のインスタグラムライブにサキチーが声だけで参加するなど、公私にわたり親しい関係を保っています。また同じくスマイレージのオリジナルメンバーである和田彩香ちゃんがアンジュルムを卒業した際には、他のオリジナルメンバーと共にお花を贈るなど
グループ内の絆を大切にしている様子が伺えます。今回のサプライズ出演発表はこのような特別な絆を改めてオタクに示すものとなりました。2人が再び同じステージでパフォーマンスを披露する姿を見ることができるのは多くの人にとって待ち望んでいた瞬間です。グループ卒業後の交流といえば、マロは他のメンバーとのつながりも強い印象があります。例えば2022年には同じく元アンジュルムのメンバーである中西かなちゃんのバースデーイベントにマロがゲスト出演したこともありました。スマイレージの結成や暗黒時代など苦楽を共にする中で非常に強い絆が生まれてきたことが伺えますね。オタクの反応、このニュースに対するオタクの反応を紹介しましょう。マジ？何が始まるんです？え、待って、何年ぶり？多くのオタクが崎チーの登場に驚いています。スマイレージは小川崎の歌唱力ありきのグループだった。元祖歌唱力クイーン、ハロプロ史上最高のカバーと言われたベリービューティーで復活。崎チーの高い歌唱力を改装する声も多く、パフォーマンスが心待ちされていますね。小川崎って芸能活動してんの？てか何してる人なの？崎チーの活動休止後の現状やどのような活動をしているのかという関心も寄せられています。崎チーのせいで本格的に春を谷合ってしまった。小川崎はエッグの最高到達点やった。過去への懐かしさや崎チーがオタクに与えた影響の大きさが伺えます。トレンド5やべえ。まさか2024年に小川がトレンドになるとは。このニュースがどれだけ大きな話題となっているかを示しています。崎チー見たら俺泣きそう。宇宙天ラブはやるな。ライブへの高い期待感が感じられます。このようにオタクの間では崎チーのサプライズ出演が非常にポジティブに受け止められており、この復帰がもたらす影響やライブでのパフォーマンスに対する期待が高まっています。まとめ、マロと崎チーの関係性はスマイレージを卒業した今でも変わらぬ強い友情に支えられています。再会を果たす生誕記念ライブは2人の絆を再確認する貴重な機会となるでしょう。オタクにとってはこの特別な出来事を目撃できることが何よりの喜びとなるはずです。というわけで、今回はマロの生誕記念ライブにおける崎チーのサプライズ出演についてお届けしました。2人の再会がもたらす感動の瞬間を私も心から楽しみにしています。このような貴重な情報や感動的な出来事をこれからも皆さんにお届けしていきたいと思っていますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。また動画が気に入った方はいいねボタンを押してコメントも残していってくださいね。次回の動画もお楽しみに。それでは皆さん、ありがとうございました。